結婚式挙げてる。なんかこう棒でこう刺して説明していきたいですね、なんか歴史をね。でも本当にあの突然なんか何気なく喋り始まってますけど世間話的に、この、サンプラザ40年間建てて40年、築40年ですかね。私とあそんなこと言わない方がいいのかほっ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 今のは忘れてくださいね皆さん。と思うとでも建物もよくねこう頑張っていろんな人が出入りしたり、こういうふうにねなんかいろんなものを習われたりしている人たちを見守ってというか包んできたんだなと思うと、なんかねそう最近そういうなんか無機物とかともこう心を通じられるんじゃないかっていう気が最近してるんですけど、2回ちょっと上がってみましたけど今日ステージの前に。2階は怖いです、すごく。誰もいないからですか、あれ。なんか誰か住んでんじゃないかなと思ってですね、3階で上がってない、上がってないです。本当に怖いんですよ。であのお手洗いでちょっと着替えさせてもらおうと思ってですね、ここだとお客様とあのバーしたらいけないと思って、バーしたらつまりバッタリしたらいけないと思ってですね、でもうあまりに怖かったのでトイレ入るときに失礼します、誰もいないの分かってるけど礼をこう、礼っていうのはあの礼儀をね、礼儀を失してなんかこう恨まれてはいけないと思って、失礼します、ちょっと着替えさせていただきますって言って着替えたけど、怖くて怖くてもうあの半分着そこそこにこうもうなんかで失礼しました、ありがとうございましたって言って、あ言わなかったんですけど、出ようとした時にトイレの戸がガタンって言ったんですよ。で多分私がそそっかし屋だから中途半端にしか閉めてなくて風かなんかで閉まったんだろうなと思うんですけどね、多分住んでらっしゃった方もいらっしゃると思うので、その方々が居場所がなくなると困るなと思ってね、ちょっとでも家についてきて来られたら困るんですけど、ごめんなさい変な話しちゃいました、なんかせっかくのライブの前に何なんでしょうか、もうこれも最後ということで皆さん。そうなんですね、でも本当にねあの建物もずっとよくこうサロンコンサートをずっとね支えてきてくれたなって思ったりしてます、ありがとうございますということでやるかね。じゃあ、これはカーペンダーズの名曲ですが、名曲の跡形もないアレンジになっております、あなたが歩くと鳥が急に現れて、星もみんなあなためがけて降ってきて、本当にあなたみんなに愛されてるのよねっていう曲です、Close to You を聴いてください。
just like me. They long to be close to you. こうなんか歩いてついていく感じでお送りしてみました。跡形もないクロスという次の曲はこれは映画音楽ですかね、男と女、これは本当は三拍子だったんですか、もともとなんですね。それを、変な藤森さんが四拍子にした曲ですどうぞ